もらったんですか。まだ高橋さんのとこ来ない。あ、高屋さんはあのもらったら、あの家族で全部いくらになったんですか。いくらに、3人いるから30万円になるんじゃない。30万になるんだよ。1人10万円だから。すごいね。だって同じことだね。はい。今は日本、あのコロナウイルス来たんですか。来たことやばいですね。インドネシア人じゃないけど、私インドネシアから来ました。元気です、大丈夫です。どうと思いますか。日本に外国人いっぱいいるので、コロナウイルスもあるので、どうと思いますか。怖いけど、うん、怖いけど別にみんな持ってるわけじゃないし。そうですね、交流は大事だと思います。でも気をつけないとですね。じゃあってことのは、なんかどこに住んでますか。群馬。ですね、あ、まあいろいろ聞きたいことあるんですけど、日本語はまだ上手にならないんで、あのなんだっけ、コロナウイルスって聞いたことありますか。コロナウイルス、そう聞いたことありますか。危ないですね。じゃあ、それなんで、私は外国人ですよ。アロファイルスは外国人持ってたんでしょ、日本に。だから、ただ私は日本人と思うは、外国人にどうと思いますか。それ知りたいんです。日本人が外国人のことをどう、うんうん、そうそう、どうと思いますか。うん、やばいとか、やばいとかはないけど、うん、なんか自分で何て言うの、やばいとかはないけど、うん、なんていうの、日本にいることがやばいかどうかってこと。はい、うん、私にとかみたい。怖いですか。私ファイルスってこと全然あんまり全然とあんまりロッチですか。あんまりね、うん。Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman sekalian. Coronavirus atau COVID-19 ini kemudian berkembang menjadi alat yang kemudian menunjukkan dan mengajarkan kepada kita bahwa seberapa kuat sebuah negara, seberapa dermawan orang-orang kaya, seberapa manusiawi kita semua, seberapa kompak sekelompok masyarakat, dan yang terpenting adalah satu hal, seberapa serius negara mencintaimu. Dengan kertas ini, saya akan tunjukkan kepada kalian seberapa serius negara Jepang menghadapi corona dan bagaimana cara mereka memperlakukan penduduknya. すみません、聞きたいことあるんですけど、なんかあのムービー撮りながら大丈夫ですか。何の話でしょう。でもその前にムービー撮ってもいいですか。じゃあですね、はいはい、私はインドネシア人なんですけど、はい、私は日本人。あ、はい、なんだっけ、ここも、うん、コロナウイルスあるじゃん、うんうん、で、うん、私ニュースに見たら、うん、なんかお米だんだんなくなっちゃう。それは合ってるんですか。どういうことですか。それどういうことかね。それコロナとはまた別に。あ、それは別で、うん、いやいや、でもつながるんか。今、うん、ほら小学校が休みになってしまった、はい、休みになった、はい、それなんで子供がずっと家にいる、いることになる。だからお米が必要になる。みんなそれなんで、みんないっぺんに買ったからスーパーなんかいなくなっちゃったんじゃない。でもだんだんやばくない、やばいけど、でも物はあるんだから大丈夫なんだ。 あるんじゃない。そのうちただお店にない。今はない。今はないけど1週間もすればまた入るんじゃない。まあ しかもあのマスクとか、うん、ティッシュとか、うんうん、なくな
ティッシュはさ、昨日さ、うちの近く行ったらあったよ。トイレットペーパーはまだなかったけど、マスクがね、なかなかね、入ってこないんで、トイレットペーパーなんかは大丈夫なんじゃない？あ、そっか。いや、すみません。はい、いえいえいえ。はい。そういえばさ、日本では、なんでロックダウンしてないんですか？なんかいろんな国にしてるのに。はいはいはい。日本は常にやばくないから。いや、ではない。日本は一番経済のことを重要するから、ロックダウンしちゃうと人が出ない、お店が売れない、経済が下がるでしょ。忙しいね。だからそれ一番日本は NG ダメ。そっかそっか。あ、でもちゃんとマスク知ってるから大丈夫からね、みんな気をつけるから、ロックダウンしなくても緊急事態、エメージェンシーって言えば、はい、日本人は真面目だから。ああ、なるほど。そうそう、制限、自分で制限するよ。マスクしたり、あんまり出歩かなかったり。そっかそっか、気分がね。そうそうそう、言わなくて気をつける。インドネシアロックダウンしてる？知ってる知ってる、はい、知ってる。ステイホームとか、私ちょっと聞いたことあるんですけど、薬が、日本の薬あったんじゃないですか、あれは。あれは今もう試験されてて、7月から、7月かな、8月かな、出る。そこから出る。本当はそれはエボラっていうウイルスの薬と、あとはインフルエンザの薬。それは日本の本物ですか？メイドインジャパン。ああ、メイドインジャパン。すごいね。それが出る。でも日本より世界はもっとひどいよな。ああね。アメリカ、ニューヨークも。そうね。あとはビルマンさん、 WHO 知ってる？何ですかそれ？WHO は世界の保健、健康保険のアソシエーションなんだけど、組合なんだけど、それが今問題。アメリカのトランプ大統領はもうお金を WHO に出さない。なぜなら WHO は中国、チャイナより、チャイナとそう距離が近いだから。安全のためだね。 それは今まただから、アフターコロナの問題、コロナが終わりになったらまたちょっと問題よ。ねえお母ちゃん、10万円もらったら全部でいくらになる？誰が？家族で全部で。その家によって違うじゃん。その家の家族によって違う。3人の家族なら30万。30万？4人なら40万。じゃあお母ちゃんは？30万。30万。3人だから。いいね。なんで？60万じゃん。Apakah di tempatmu corona memiliki daya humor yang tinggi? Saya sengaja menyebutnya humor, ya karena takut saja menyebutnya kejam. Di tempat lain corona bahkan banyak bermain teka-teki. Maksud saya, saat kematian mayat dimanipulasi, saat pejabat yang berwenang justru tak serius di saat-saat genting, saat orang-orang kaya dan orang miskin membangun benteng pemisah, justru di saat kerjasama itu sangat dibutuhkan. Di sini, pemerintah Jepang justru memberikan uang 10.000 yen tanpa lockdown. Artinya, kamu tetap bekerja dan tetap menerima gajimu. Saya yang hanya orang asing juga diperlakukan seperti itu. Uang yang kira-kira 15 juta bila dirupiahkan. 15 juta dengan langkah-langkah yang sangat sederhana. Kamu hanya perlu memiliki KTP dan nomor rekening yang kemudian difotokopi. Dan kamu bisa memfotokopinya sendiri di 7-Eleven. Ya, sambil belanja makanan kesukaanmu.
Kalau saya sih es krim. Ya es krim ini. Setelah fotokopi, kamu hanya perlu mengisi beberapa isian dengan menceklis kolom yang sudah disediakan. Bisa sambil minum kopi. Terakhir, setelah semuanya rampung, kamu hanya perlu membawa berkasmu dan memasukkannya ke kotak pos. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum dan salam.